なんか辛いな。頑張るぞ。こんにちは。あ、間違えた。こんにちは。ゲリラですね、また。ちょっと一瞬じゅ。あんたも好きね。あら、休憩？知ってた、知ってたよ。ゆずきさん、ありがとう、ダイヤモンド。お久しぶりぶり。わさぴさん、ありがハート。再来月。あ、そうなんだ。楽しんできな。楽しんできな。外暑い？そうだよね、今日暑いよね。やばい、明後日緊張する。ちょっと明後日のが緊張して、あんましギター、ちょっとギターどころじゃないぜ状態かも。ちょっと軽く、まあ一日一回は弾かないとというので、軽くは弾くけど、軽く弾いて、ちょっと配信は一応やっとくけど、あんまし長くやらずに終わろうかな、今日は。ギターはちょっとあさってそわそわ中だから。そわそわ。こんにちは、エースのアンペアさん、ありがハート。そやねん、日曜日ジョマイラブがあるのがめっちゃ緊張するねんな。ちょっと練習しないとやばいから。でもまあちょっとある程度ね、ギターも弾かないとね、一日一回は言いますし、ね、今日蒸し暑いんだよね。ありがとう。ハッツビッグ打って、ビッグ、やっぱボッサボサだな、恥ずかしい。今日も今日と365行こう。うん、今日はね、今から仕事なの？頑張れ。言うて東京も暑いからさ、買わないかもだけど。でも東京ね、ちょうど前日やってる時めっちゃ暑いらしいよ。さやりん曰く、昨日はよく寝た。昨日はちょっと座れ。昨日はですね、
9時過ぎかな9時くらいに寝て朝6時に1回起きました。わかんないよ。ちょ今日アップルウォッチないから見れないやつ。もうオールスタブ決めたよね。あ、みんな今仕事休憩なんだ。してあれ、これギター配信1週間前に久しぶりにギターを買ってまた再開したって感じ。ほぼ一から。そう、なんかやったりやらなかったり繰り返してるから。一応ギター自体手にしたのは小学6年生なんだけど、小学6年生で買った時はほぼほぼ弾かなくて、やり方全然わかんなくて、で AKB 入って1回 A トルズと、あとイベントでやりたくて365をちょっと練習して A トルズでちょっと3曲くらいエレキ弾いたけど、またあんま弾かなくなって、ちょこちょこなんか定期的にちょっと弾きたいなと思った時にちょっと弾くくらいで全然練習はせず、でもやっぱギター弾きたいなってなって、でも妹にギターあげちゃってギターの練習できなくて全然ギター弾いてなかったけど、最近ギター自分の買ってやっと自分の手元にギターが来たから練習を始めました。1週間ちょい前からって感じです。どんくらい弾けるんだろう、わかんない。家で全然練習しないんだもん。あなた本当にその行ってる教室いる時しか練習してないから、ちょっと家で弾いてるの見たことなくてわかんないかも。キティちゃん、キティちゃん26日までだもんね。スムーズだった昨日より嬉しい。
リガオンプ、長岡太郎さん、ありがさくらんぼ。なんかさ、おいしい。こんちゃー、これね、炭酸だと思って買わなかったけど炭酸だった。多分炭酸だと思うんだけどな。炭酸だわ。こんちゃー。私野球あんま詳しくないんだよね。そう、なんか1曲目何がいいかなって考えた時に分かんなくて決まんなくて、何がおすすめですか1曲目って言ったら、やっぱり365が一番いい、初心者は弾きやすいよっていう風に言われて、じゃあまあ一旦365を極めるかと思って、なんか中途半端でいろんなとこ行くよりは1個1回極めた方がいいって勉強とかでも言うじゃん。だから1回365を完璧に弾けるようになりたいな。完璧って難しいんだけど、一旦最初から最後まで止まらないように弾けるようになって次行きたいなと思って365を練習してる。ずっと、もう23日上達した。マジやった。笑顔でいられるように、そう
分かんないな、ね、1ヶ月あればいけるじゃない私、うん、人生は紙飛行機願い乗せて飛んでゆくよよ、ありがとう。いいね、ギターは。ちょっと一瞬携帯ちょっといい、失礼。聞いてない、聞いてなかった。うーん、いいかな、大丈夫かな、使ってても。うーん、ばばばば、こんにちは。休憩終わっちゃうの？ちょっと私も一瞬配信、またカラオケちょっと練習しないとやばいなと思ってきたから、練習終わって清らかな気持ちで配信しようかな。もう頭の中やばいやばいやばいしか今ないから、なんか楽しそう、なんか楽しい配信にしたいからね。ちょっと一旦この配信終わろうかな。ちょっとまた、一旦ちょっと自主練してくるわ、また。聞いたばかり？嘘、30分前からやってるよ。はじめまして。ちょっと練習しないとやばいや。なんか本当はこの部屋ね、4時までしか撮ってなくて、もう4時になりますよね、だって。で今ね、マネージャーさんに4時以降も使って大丈夫ですかって聞いてるんですけど、ちょっと空いてますかって聞いてんだけど、ちょっと返事が来なくて、人入ってきたら怖いなと思って言うのもあるよね。ちょっとまたダンスの練習して、歌の練習して、ちょっともうや、あーちょっと疲れたなーって思ったりもしたりするかもしんないけど。ということでランキング読むね。13位、紫モンドさん、紫モンドさんありがとうございます。12位夏希さん、夏希さんありがとうございます。11位、大ちゃんとマーク UF 二次元裏切らないさん、大ちゃんさんありがとうございます。10位、ジアリングアットマークシンガポールミューディーチームエイトさん、ジアリングさんありがとうございます。9位、エースのワンペアアットマーク、ユエースさん、エースのワンペアさんありがとうございます。8位、イルキングアットマーク、なんて読むんだろう、カナトさんとかかな、村井カナトさん、頑張れーさん